ブランドン・ブルース・リーは中国系アメリカ人の俳優。中国名は李国豪。カリフォルニア州オークランド出身。ブルース・リーの長男として生まれる。母親のリンダ・エメリーはスウェーデン、アイルランド、英国の血を引くアメリカ人の教師。幼少の頃から父にマーシャルアーツの指南を受けて育つ。8歳まで香港に手過ごし、父の死後ロサンゼルスへ移住。 エマーソン大学在学中に演技への興味を覚え、俳優を志す。1985年 TV 映画、ブランドン・リーのカンフーファイターでデビュー。1987年、香港映画、ファイアードラゴンで初主演を飾り、ハリウッドでデビューする。1993年3月31日、ノースカロライナ州ウィルミントンで映画、クロー。 非常伝説の撮影中、銃撃反役のマイケル・マッシーが主演のブランドンに向けて、クロップガンで撮影用の空砲を撃破したところ、何らかの手違いで、クロップガンの内部に残留していた、撮影用のダミーカートから外れたとみられる弾頭部分が発射され、それを腹部に受けた事故によりブランドンは死亡した。28歳ボー映画自体は、ほとんどの撮影が済んでいたため、残りの部分は、 未使用映像や CG を使って補填された、ブランドンとブルースの墓、ありがとうございます。